はい、皆さんこんにちは。今日もコロナイズやっていきたいと思います。前回ですね、こちらの方に、家を2軒目建ててる最中ですね、こちらの方では石を取る人と、魚を取る人を入れてありますので、いろいろなものが取れています。こちらでは木材ですね。あ、人まだ来てませんね。10時から18時になってますので、もうちょっと働いてもらおうかな。こちら9時間労働にしておきましょう。板の方がちょっと足りなくなってきましたからね。こちらしっかりと取ってもらうと思います。さあ、ここはあと石が2つ入れば、家の方が完成しましたね。県で子供がとりあえず5人まで入るっぽいので、こちらの方を作っていきましょう。子供は今5歳ということなんですが、何歳から働けるのかはちょっとまだ分かっていません。魚釣りの方はどうだろう。全然運んでくれてない気もするな。魚の数もそんな増えていませんね。13のままですので。あんまり役に立ってないのかな。とりあえず、働ける人が増えないと、何も今はできない状態ですね。ワーカーも入ってますが、板を作ってるのかどうかは、ちょっと謎です。どうなんだろう、これ板入ってないのかな。この人はどうなんだ、なんか働きに来てない気がするけどな。働いてるのかな。さあ、なんか板の方が一つも出来上がっていませんね。なんでだろう、サボり癖がついてるのか、なかなか働いてくれません。あ、そうか、もう、プランクが、いっぱいなのかな。荷物がいっぱいすぎて、ひょっとしたら、ダメなのかもしれませんね。そして、テッドはお腹が空いてると言っていますね。あ、ベンは死んじゃったんだよね。ゲスト、テッドがいないな。テッド、お腹すいたという割にはいませんね。まあ、いいか。とりあえず、これでしばらくしたいんですけど、どうなんだろう。板がないと何もできないんだけどな。まあ、建物の方、ちょっと建ててないのを少し建てていきましょうか。狩猟小屋とかも建ててないと思いますので、こちらの方も建てていきましょう。これどう？道いらない感じですかね。適当にとりあえずここら辺に建てておきましょうか。野生の獣は適当に歩いてるっぽいので、これで問題なくいけますかね。さあ、これで、どうだろう。何か、これ売る関係ですよね。建ててない。教会か。教会はきっとなんか人々に影響を与えるはずですよね。これいつも立ててみようかな。資源が全然足りてませんが、うわ、板60も使うのか。これはきついな。さあ、子供が生まれたのかな ?16 人、人口は16人になってますね。そのうちの子供が6人、大人が10名となっています。さあ、教会も建てつつ、家もどんどん建てたい。とりあえず夜なので朝を待ちましょうか。さあ、子供はガンガン生まれてきますね。で、こちらの一番最初生まれた子はもう7歳になっていますので、ワンシーズンどうなんだろう。一月で1歳か2歳ぐらい年を取るのかな。そして今現在ですね、冬なのでこちらの畑の方は、閉鎖されています。なので食料はもうほぼ魚しかないんですけど、魚の方も多分これ20っていっぱいいっぱいなんじゃないかなと思っています。どうなんだろう。ここはあれかな、食料は入らないんですかね。食料を入れる場所があるのかな。ウェアハウス、セラーの方に人がひょっとしたらいないといけないのかもしれませんね。フィルターでピックしてここに入れておきましょう。これで魚とか取ってくれないと、運んでくれないとダメなのかな。ちょっと見ていきましょう。これでもし魚ですね、
フィッシュの方とか、あ、この人が運んでるからやっぱりそうなのか、食料のところにも誰か入れとかないと、物資を運搬してもらえないんですね。あ、なるほど。ということはここ今もう建物は今建てることがないので、この人を全力で働いてもらおう。あ、入らないな。この人、あ、でもこの人はあれか、木材とかを運ばないといけないんですね。そっか、忙しいな。さあこれで、あ、建物系も全部この人なんですね。ということで、ちょっとこの大人にならないと働き手が全然いませんね。全く、働いてくれる人が足りないと何もできませんので、うん、最初にこれ家を建てて、子供をいっぱい増やす方を優先した方がいいのかもしれません。あ、とりあえずですね、木材を切る人全員、撤退しました。代わりにこちらの方に倉庫に入れてくれる人と、食べ物などを運ぶ人、こちらを増やしましたので、しばらくですね、こちらの、あ、運んでくれてますね。こういう魚釣り場にいる人とかを、からちょっと持って行ってもらいたいと思います。そしてウィンターの時は釣り小屋も、クローズするということですね。結構今クローズされると結構厳しいな。トウモロコシも、魚も取れない状態なので、早めにやっぱり肉とかも作っとかないといけないのかもしれませんね。うん、狩人小屋もまだできていませんし、あ、なるほど、物資を運ぶ人がかなり少なくなってきています。あ、ちなみに魚の方は、釣り小屋がクローズされていても、ここに溜まっていた魚はですね、これは運んでもらえてるみたいですね。まあさほど量は多くありません。一度倉庫に持っていったものは直接ではなく、経由して、倉庫を経由して、食べ物を持っていくみたいですね。ああ、そういうことですね。いろいろ運ぶ、運搬する人もいないと、働いてくれる人も働けないということなんですね。さあこちらの方もチャーチは全くと言ってほど完成する、余裕がないですね。どこもかしこも人手不足となっています。こちらの子供がようやく9歳になったので、このあとですね、何歳で大人になるか分かりませんが、この子が働き手になるまでは人手不足がどんどん続きます。まあ、子供なんですが10歳から働いてくれるみたいですね。ですので今セラーの方に入っています。女の子が1人いたんですけど、それは、木こりに入れてみましたが、木こりになれるかどうかはちょっと分かりませんね。さあ10歳から働くということはこちらですね、あと3人、こちらの方も9歳で多分明日ぐらいから、働き始めれるのではないかと思っています。こっちの子はどうだろう、まだ5歳か、なので今からですね、1人毎日1人ずつぐらいは働き手が増えていくという感じだと思います。まあ、これでどうなんだろう、食べ物とかは今、まあギリギリですけどそこまで困っていないので、もう少し家を建てれるようにこの板とか木材ですねの方をしっかりと、取っていけるようにしようかと思っています。まあ、子供だからとかあんまり関係なさそうですね。子供でもしっかりと材木3本運んでますので、問題なく働き手としては、機能しているように思えます。あ、まあちょっとね今、必要なものが多すぎて、きつい感じですね。あ、ついにこちらのハンター小屋の方は木材入り始めましたので、あとは板だけになりました。ただ板の方も作るのも遅いし、掘ってくるのもかなり遅いですので、もう少し時間はかかりそうですね。まあ、結構働き手の方が増えてきましたね。そして季節も2月になってきてますので、もうすぐ春が訪れるのではないでしょうか。
ただ生産の方が全然追いついていませんね。ワーカー2人入れていますが、板の生産およびですね、木の生産の方が、少し足りてない気もしますね。まあ、こちら在庫が14あるから、運ばれてないだけかもしれませんね。食べ物の方は、いろいろものはブレッド、パンとかが足りなくなってきていますね。こちらの卵とかも足りませんので、そうか、これトウモロコシだけじゃなくて、いろいろな農作物を一気に作ればちょっと良かったかなと思っています。せめてこの狩りをする小屋ぐらいはできてほしいんですが、どうなんだろうな。これ板作ったらおそらく教会の方に優先に入れてしまうのかな。ああ、どうだろう。木材の方はいろいろ入っていますね。あ、でもこっち、どうなんだろう。インプットの方とアウトプット、プランクいっぱいあるんですけど、板材を持って行ってもらえてないな。板が持って行ってもらえてないので、おそらくここはもう仕事ができていないということですね。そして、多分倉庫に置かないと、こちらのものを使っての建設もできないということで、少し、うまいこと回っていない気もします。この人をこっちの方に移しておきましょうか。あ、運ぶ、食べ物の方がもうありませんので、セラーの方には一人も入れずにこちらですね、ウェアハウスの方にフル稼働させてきています。これでどうなんだろう？板の方も少し運ばれるのかな？今のところ全くと言っていいほど板の方が30余ったまんまなんですが、なぜかこちらの方運んでくれていませんので、建物建てることがちょっとできていませんね。なんでだろう？全然、運んでくれていません。これ以上建物が建たないようになってるのかな。石とかはガンガン持っていきますね。板の方が増えませんので、ちょっとどうすることもできません。はい。ということで、まあこちらプロローグ版なので、いろいろとまだバグなどはあると思いますが、なんとなくこのゲームの進め方とかいうのがわかりました。もし興味がある方はぜひプロローグの方ですね、を試してみてください。自分はこちらの方をどうしよう。リリースされたら一度挑戦しようかなとは思っていますので、またこちらのリリース日を待ちたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。